手を離せ。釣れないな。声をかけてきたのは君の方だろ。ティーズ！ユージオ先輩！一体どうしたんだい？それが私、先輩と間違えてあの人に声をかけてしまって。あいつが水玉の騎士か。確かにちょっとユージオと似ているな。ほう、君が彼女の言っていたユージオ君か。見たところ貴族ではないようだね。はい、貴族ではありません。心外だな。よりによって君のような下船で見苦しい男と見間違われてしまうとは。見苦しい？あなたなんかより友情先輩の方が何倍も素敵です。下級貴族の娘が言ってくれるじゃないか。上級貴族である私を侮辱したらどうなるか、もちろん分かっているんだろうね。イーストーク様、連れの無礼を謝罪します。どうかお許しください。許せだと？そうだな。ではユージオ君、君も剣士の端くれのようだ。ここは剣の腕前で決めようではないか。剣の立ち合いをするということですか？いかにも。もしも君が私に勝てたなら彼女の無礼は見逃そう。まあ無理だと思うがね。おい、ユージオ、やめとけ。このままだとティーゼに何をされるかわからないよ。みんなの前で試合ということなら、僕が勝てば向こうも引き下がるしかないだろう。もし僕が負けそうになったら。俺が飛び込んで奴がひるんだ隙にみんなで逃げ出すか。そう、今回は剣士の誇りなんて言ってる場合じゃないからね。先輩。大丈夫、僕らに任せて。何をこそこそやっている？やるのか、やらないのか。いいでしょう。お受けします。よろしい。ならば向きたまえ。ここで試合を始めよう。用意はいいかな、ユージオ君。はい。いつでもどうぞ。